ガイウス・ファブリキウス・ルスキヌス、またはガイウス・ファブリキウス・ルスキヌス・モノクラリスは、共和制ローマのプレブス出身の政治家、軍人。紀元前282年と紀元前278年に、執政官を務めた。父の名前もガイウスで、ファブリキウス氏族としては、ローマに移住した最初の人物と言われる。ファブリキウス氏族は、ラティウム中部のアレトリムの出身である。 サムニウム戦争にローマが勝利するとイタリア半島南部のギリシア植民地であるマグナ、グラエキアと直接接触することになった。ローマはルカニアとも戦ったが、この際にルカニアと対立するギリシア人都市、トゥリオイを支援し、中東兵を置いた。この時期は正確にはわからないが、おそらく紀元前286年あるいは紀元前285年のことと思われる。 マグナ・グラエキア最大の都市であるターレスはこれに不満であり、ローマとの緊張関係が生まれた。紀元前284年、ルスキヌスはターレスへの特使の一人として派遣され、平和を継続するのに成功した。しかし、紀元前282年、ターレスは、トゥリオイを攻撃して、ローマ守備兵を追放し、またターレスに入港しようとした、ローマ船を攻撃した。ローマは、 ルキウス・ポストミウス・メゲールスを主席とする施設団を送り交渉を試みるものの結局は宣戦線復刻した。これがピュロス戦争の発端となる。同年に失政官に就任したルスキヌスはサムニウム、ルカニア、ブルティウムに勝利しターレスが支配する釣り追いを包囲した。この勝利を称えて凱旋式を実施する栄誉を得ている。紀元前280年ローマは ヘラクレアの戦いで、エペーロス・オー・ピロスに敗北したが、ルスキヌスは、ピロスと講和交渉をし、また捕虜返還と、身の白金支払いの交渉も行った。プルタルコスによると、ピロスは賄賂を受け取らないルスキヌスの態度に感銘を受け、身の白金を受け取らずに捕虜を解放した。ルスキヌスは、紀元前278年に、再び失勢官に就任した。 この時にはピロスはシケリアに渡っていたが、ピロスに呼応して反乱していたレギオンを制圧した。紀元前275年にはケンソルに就任。ルスキアヌスに関する物語は、禁欲的な人間に対する典型的なもので、マニウスクリウスデンタトゥスのものとよく似ている。キケロはしばしば彼らを同時に引用している。これらの美徳の裏にある実際の人格を推定するのは難しい。 ワレリウス・マクシムスは、ルスキアヌスと執政官、観察官時代の同僚であった、クイントス・アエミリウス・パプスは、共に自宅に銀を蓄えていたとしている。それぞれの家には、神々のため食器と塩の貯蔵庫があり、ルスキヌスは、食器の下に角で作った小さな台座を置いていたので、より優雅であった。ありがとうございます。